魅惑のモンテカルロ市街地コースに来ています。まもなく予選開始です。ここで行われた過去のレースを見てみましたが、特筆すべきは最初のコーナーへの飛び込みですね。誰もがトップに立とうと狙っているため、うまくラインを見極めるのは簡単ではありません。このレースでは常にターン1に注意が必要です。他のマシンに囲まれた中で難しい状況になりますが、そこでレースの勝敗が決まるわけではありません。冷静に切り抜けながらライバルのアクシデントに期待したいところです。この予選を通るのは簡単なことじゃない。とにかく全力でいけ。Thank you.
1分16.3。